今日のラインナップ。ブルイズモンテディオは13年ぶりに仙台に勝利した道の区ダービーを越智さんが解説します。山カルチョはモンテディオで今話題の U23 マーケティング部を紹介。ファン拡大に向け様々なアイデアで会場を盛り上げる学生たちを取材しました。山形のサッカー情報盛りだくさん、キックオフ山形。こんにちは。モンテディオ山形の情報をお伝えするブルイズモンテディオ。今日は第23節道の区ダービーを振り返ります。互いに意地と意地がぶつかり合う道の区ダービー。スタンドには今季最多1万2000人以上が駆けつけました。試合開始からわずか5分、棋戦を制したのはホームの後押しを受ける山形でした。山形は人数をかけ前がかりにプレスを仕掛けると、藤本がトップスピードで相手キーパーのパスをブロック。ボールがそのままゴールマウスに吸い込まれ先制に成功します。幸先の良いゴールに沸き立つスタジアム。ここから藤本劇場が幕を開けます。40分、右サイドの伊坂、藤田で起点を作り、南がワンタッチパス。そのボールを藤本が華麗なターンから左足で流し込み、追加点を奪います。山形は後半早々に1点を返されますが、54分、すぐに取り返します。藤田のパスカットから素早く左サイドに展開。国分がタイミングを見計らい、キックフェイントを入れてからマイナス気味のパスを出すと、右足で丁寧に合わせたのはまたしても藤本義樹。プロ初のハットトリックを達成します。ラストはその4分後、野田のくさびをスイッチに山形はテンポの良いビルドアップを展開。国分が相手の意表をつくタイミングで背後に絶妙なクロスを上げ、藤本がドンピシャのヘッド。藤本は右足、左足、ヘディングと完璧な形でキャリアハイとなる1試合4ゴールを決め、仙台を撃破。山形は雪辱を果たし、J リーグで13年ぶりとなる道の区ダービーでの勝利を挙げました。大量得点で快勝したダービー。今回私が注目するのは国分慎太郎選手のアシストです。3点目のゴールシーン、ここで私が注目したいのは北部のキックフェイントが生み出した一瞬の間、タイミングです。ドリブルでペナルティエリアに侵入した国部は一度キックフェイントを入れます。もしこのタイミングで中にパスを出しても、伊坂、藤本ともにディフェンスに遮られる可能性が高いことが予想されます。そこで国部は瞬時にフェイントを選択。タイミングをわずかに遅らせることで、伊坂のおとりになる動きとともにディフェンスをゴール方向に下げることに成功。結果、藤本にゴールを奪うためのスペースと時間を与えることができました。国分選手にボールが渡ったときに、相手の選手が下がって間を消すような感じに僕には絵として見えたので、もうわざと入らずに、慎太郎もそれを感じて、多分ギリギリまで相手が下がるのを待ってマイナスに出してくれるんじゃないかなと思ったんで、その通りにボールが来て見えたコースにインサイドで軽く流し込むっていう感じでした。ゴールを量産した藤本だけが好調だったわけではなく、周りの選手との息の合った連携が生み出した快勝。これから先も多く見られることを期待しています。水曜日はアウェーで山口との一戦でした。山形は61分に左サイドからクロスを上げられ、あっさりと失点。道の区ダービーから中3日、連戦の疲れが出たのか最後まで得点できず、順位を11位まで落としました。明日の岩田戦からのホーム4試合では、モンテディオ山形の夏祭りだもんがスタート。期間中1200人を無料招待するほか、打ち上げ花火やウォーターパークなど楽しいイベントも目白押しです。
山形が再び勢いに乗れるようみんなで応援しましょう。アマチュアから話題の取り組みまで、山形のサッカー、カルチョーさまざまな視点で紹介する山カルチョ。この日、山形市の会場に集まったのはモンテディオ山形のサポーターたち。行われていたのは激論モンテサポ会議。クラブに対して自分たちの意見を直接伝えることができるイベントです。来場者プレゼントは嬉しい。なるほど。選手からボールを投げてほしいことです。このイベントを企画したのは大人ではなく16歳から23歳までの学生たち。モンテディオ山形 U23 マーケティング部のメンバーです。ファンを大切にしながら、いいところをもっと良くしたり、改善点出してもらったところをいい方向に向かわせたりとか、それを私たちが発信になってやりたいなと思いました。今年からスタートした U23 マーケティング部は、学生たちの若い力と発想力でホーム戦の動員力アップにつながるアイデアの提案やイベントの企画などを行い、新たなファンの獲得を目指しています。これは J リーグクラブでも初めての試みです。メンバーたちは毎週オンラインや対面で集まり、イベントの企画や試合会場の運営方法についてアイデアを出し合っています。駐車場が広くて嬉しいっていういいところのポイントと、それに対してでも出るとき出づらいっていう改善点出してもらったりとか。この日は間近に迫ったホームゲームで行うイベントの準備も行われていました。というふうに、文字をくり抜いてあるものを作ってます。これを上からバーって絵の具を塗ってもらって、めくるだけで綺麗に文字が印刷できるっていうような、ちょっと大変ではあるんですけど、まあ、これも成功させるために頑張りたいと思います。現在隣の U23 ブースで、このようなオリジナルフラッグを作ろうというイベントを現在開催させていただいております。かっこいい。ホームで東京ヴェルディ戦が行われたこの日、マーケティング部が企画したイベントは世界に一つだけのオリジナルフラッグを作ろうというもの。皆さん型紙の上から思い思いの色を塗って自分だけのフラッグを作っていました。かな。じゃじゃーん。おー、すごい。アーティスティックだね。立ち上げから準備期間はおよそ1ヶ月。マーケティング部にとってはイベントを通じてサポーターたちと触れ合える待ちに待った瞬間です。参加していただいたこと自体がまず、嬉しかったですし、いきなり結構人がドドッと押し寄せていただいたので、いい意味で少し大変だなというような感想です。手作りの旗が作れて嬉しいです。楽しかったです。ぜひこの思いを込めながら応援したいと思います。応援フラッグ作れるっていうのがすごい珍しい企画やなと思ったのと、こういったイベントが結構子ども限定の時が多いんですけど、今回の年齢とか関係なくめちゃくちゃ楽しかったです。みんなで集まってやってるから、その一緒に頑張ってる仲間っていうのが感じられるのもすごく嬉しいし、サポーターさんと実際に会った時に頑張ってねって声をいただくと、やっててよかったなって思います。10月にはさらに大きなイベントのプロデュースも決まっている U23 マーケティング部。その成功へのステップだった今回のイベントでは課題も見つかったようです。少し案内のところで滞ってしまうようなところがあったので、今後の課題としてはやっぱり当日の流れも意識して企画進めていきたいなと思いました。クラブの一員として我々はインターン生ではあるんですけれども、一つの企業の一部であるということを忘れずに責任感を持って進めていきたいなと思います。今回のみんなのシュートは佐賀市のスヌークボールおじさんから。
サッカーとビリヤードを掛け合わせたスヌークボールの普及活動を行っている投稿者のスヌークボールおじさん。2030年にはこの競技でワールドカップを開催するのが夢なんだそうですよ。楽しみですね。動画や写真を送ってくれた方にはモンテディオ山形のタオルを差し上げます。皆さんも番組ツイッターまでどんどん投稿してください。これを機にもっともっと自分たちが強くなって早くプレーオフ圏内に入って優勝だったり昇格っていう争いができるように頑張りたいと思います。